ばんは、早番兄弟の友也です。今日は分け合ってちょっと一人旅に来ました。中学生ぐらいの時までね、結構一人で釣りに行ったり山登りとか一人で行ってたんですよ。なんか嫌なこととか頑張りたいなと思った時とか、リフレッシュしたい時とかによく行ってたんですけど、なんか高校とか大学になってからはあんまりそういうのやらなくなって、でちょっと行きたいなって思ったので、で今まではね自転車で行ってたんですけど、まあ大学生になってバイトもしてるんで電車で2時間ぐらいかけて来ました。さあここはどこでしょう。僕は今佐賀県の武雄温泉に来ております。佐賀県にお邪魔しております。で今ねちょっと歩いて行ってるんですけど、いやー長かったなマジで。鷺の湯というところに行きたいなと思ってます。いやー着きました。ここかー、めっちゃでけえもんやなこれ。はい、上がってきました。最高やったなマジで。温泉とサウナ2回入ったんですけど最高でした。鷺の湯さんありがとうございました。あ、今からちょっとお腹すいたけんご飯食べて、あと武雄神社となんか木がいっぱいある自然があるらしいんで、ちょっとそこも行ってみたいなって思ってます。武雄神社着きました。見てください、見えるか、結び。皆さんにもいいご縁があるといいですね。あ、めっちゃ上じゃん。しかもこの坂道の 200m ってマジかなりでけえぞ。ちょ、今どんなとこ歩いてるか、こんな道です。ここをひたすら。ちなみにこの前ライブで TikTok ライブで寄ったやばいやばいバリでかい木がある、何やっけこれ、自撮り棒か。今日は自撮り棒持って一人で撮ってます。いやさすがにねちょっと恥ずかしいっすわ。バカでかい木があります。クスノキです。はい、駅に着きました。この駅のお土産屋さんになんかこの可愛いやつがあったんで買ってきました。じゃあ2時間ぐらいかけてここ帰っていきますか。